タジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は名古屋グランパス対 FC 東京、こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。このゲームは3-6-1のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん。そうですね、攻撃的な選手が枚数が多くなるので前線からプレッシャーをかけて高いところを奪ってから攻撃をしていくという、はい、少し攻撃的な、ちょっと全体が少し前に上がったような内容が取れますよね、はい。でこの3-6-1の布陣でのこのワントップ求められることは何でしょうか。まあ、一番よくやるのは孤立することですよね、うん、やはりワントップにボールが入った時に収まる、はい、それにサポートいけるっていうバランスを取れてないとこのワントップが機能しなくなりますからね、はい、シャドウの役割をする選手たち、はい、これ当然期待されてるってことですか。そうですね、ワントップに対して関わりやすくなってますし、うん、距離感がちゃんと保ってくれると機能してくるのかなと思いますけどね、はいはい。まず前半見ていきましょう。これいいでしょ。シュート完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。稲垣スルーパスフリードシュート。うわ、名古屋は先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。もういい形ですよ。いけるか。シュート。これは枠を捉えることができませんでした。思い切って狙ってきましたよね、まあ、相手よりシュート数少ないのでそういった意味では積極的でいいと思いますけどね。長いボールを送ります。左サイド上がっていきます。ここでワンツーを見せる。どうだ。FC東京あわやというシーンでしたがここはしのぎます。米本。さあ前半ここまでは両チームともに0-0のスコアです。ジエゴ・オリベイラ浮かせたボール。おー、これいいでしょ。さあカウンターのチャンスになります。いけるか。さあ勝負だ。来た。シュート。いや、狙いすましたんですが報われません。少しループ気味で狙ったんじゃないでしょうかね今の。名古屋は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。全体的にコミュニケーションが取れていないのでああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。大きく縦へ。さあ大ユートン。いけるか。ボールが上がる。直接行ってしまいました。ここはカットします。森重縦へ送る。裏へのスルーパス。これいいでしょ。さあ抜けた。どうだ。来た。わあ、 FC 東京先制。いや素晴らしい。頭で流し込んだ見事な一発。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ1-0先制ゴールが決まりました。 FC 東京1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。東、さあ繋がるか。とこれは繋がりません。
稲垣。名古屋としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかり長いとゴールポスト、ここで出る、打てるか、ルーズボールになる、入った、どうだ、決めた、ナイス、いや素晴らしい、ここで同点、いいですね、この展開はファンも思いますね。ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはディフェンダーの間を抜ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。これはつながりませんでした。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあ前半が終わりました。お互いシュートシーンが非常に多かった前半でしたね。もっとこう点が入ってもおかしくないようなゲーム展開でしたから、1点ずつ分け合ったという結果から言うと両チームとも納得はしてない前半でしょうね。名古屋グランパス対 FC 東京、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。キックオフ。名古屋としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、裏へ届くか、オフサイドですか。大きく縦へ、激しいボールの奪い合いです。丸山、稲垣へパスをつなげます。稲垣へ速いパスパス、稲垣へシュート、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。長友、ふわっとしたボール、米本、ここは対応します。名古屋が最終ラインまでボールを下げる。丸山、裏へのスルーパス、いい形ですよ。さあ抜けた、中央、これを読んでいました。縦へのボール、塚川、裏のスペースを狙う、いいボール入りましょう。クロスを選択、ここは通しません。キーパー前へ蹴り出します。稲垣、スペースを狙った、さあ来たか、行けるか、中央へ、ここ拾って次につなげたい FC 東京。激しいボールの奪い合い、ああこれファー、取らないですかレフリー。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。これはどうだ、期待した位置、抜けてきますね。シュート、シノグ、いやこれ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。これは繋がりません。あーこれファン、ルーズボール、ボールの奪い合い激しいものがあります。
キーパーからのロングフィード、森重流れを止めます。小泉裏へ届くか、来たか、もういい形ですよ。フリーで受ける、中川からシュート、ランゲラック。 FC 東京このビッグチャンスものにできませんでした。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね今日のゲームは。この難しいボールによく触りました。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、これは最初よりいいプレッシャー、収まった、フリーだ、素晴らしいパス。FC 東京絶好の得点機でしたがゴールならず。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。好セーブを見せました。コーナーキックです。どうだ、クリアです。さあどうする、木本、さあつながるか、クリアです。時間ないでしょ、こういったところですよね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。アダイントン、スルーパスを出ろ、スルーパスを出す、これでしょ、どうする、シュート、ランゲラック。 FC 東京展開していけるのか、もうタイムアップ直前です。ヘディング、おっとゴールライン終わったところで長い笛。1対1、同点のまま試合を終えました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。